こら、こら、サンサン、サンサン、また食料当たってから、こら、食うな、食うのやめんか。その燻製は冬のビジングじゃバカオカ。このバカ娘。もういい。まったく。サシャ、お前はこの世界がどうなってるか考えたことはあるんか。なぜここ数年森が減って獲物が取れなくなってきとるか考えたことはあるか。そんな、よそもんが来て森や獲物を横取りするからやし、だから腹減る。ああそうと。けどな、その人たちも住みかを奪われ仕方なくここに流れてきとる。奪われたもんが悪い。背後出ていけばいいに。末端は巨人ぞ。ウォールマリアの壁穴開けられて他に行き場があるんか。森を切り開き穀物を植える方が多くの人の腹を満たすことができるんてな。我々の一族も狩りをやめ森を明け渡すべきなんかもしれん。王政からな、対価を支払う代わりに馬を育てると言われとる。そんな、狩りをやめたら私たちじゃなくなるやろ。なんで私らをバカにしている奴らのためにそんなことせんといかんの。そりゃあな、我々は世界に生かしてもらっとるからな。人間ちゅうのは群れで生きる動物なんじゃ。違う生き方をしている人間でも限られた環境の中じゃ同じ群れに入って人と関わっていかんけりゃ。いやって私たちはご先祖様に生き方を教えてもらって生きてきたんやから。よそ者に受けた女なんかないよ。そうか、それもいいやろう。一生この森の中で自分や同族のみの価値観で生きていくんだけどな、サシ。それと心中する覚悟はあるんか。これからどんな危機に見舞われてん、助けを請うてはならんとぞ。義務がその恩恵を受けることができんのは当然やからな。どう捨ててでも一族と共に生きたいと思ってる。世界がつながってることも受け入れなければならん。サシャ、お前には少し臆病なところがあるな。この森を出て他人と向き合うことはお前にとってそんなに難しいことなんか。